はい、こんにちは、116ウィンズです。さて、今月非常に動きが活発な FA 市場、特に今季豊作とされたショート市場はすでにトレイ・ターナー、ザンダー・ボガーツ、カルロス・コレアの3人が契約を結んで、残すはダンズビー・スワンソンのみとなっていましたが、そのスワンソンも今日カブスと7年総額1億7700万ドルの契約に合意したと報道が出ましたね。コンフ1億ドルクラスの契約を手にできそうな選手としても最後で、まだ12月ですが、早くもコンフ FA 市場の大物選手たちはこれでほぼ全て来季の所属先を決めたことになります。ターナー、ボガーツ、コレアと大物選手たちが次々と移籍を決めたことで、ショート獲得を検討しながらも彼らを逃してきたドジャースやレッドソックスなどといったチームたちもスワンソン獲得に興味を示していて、市場に最後まで残ったスワンソンにとっても追い風の状況となっていましたが、ターナーなどのように3億ドルクラスの契約とはならなかったものの、昨年のマーカス・セミエンとほぼ同額の契約をゲットし、スワンソンのこれまでの実績なども加味すれば十分すぎる契約にはなったのではないでしょうか。今回はこのカブスとスワンソンの契約を中心にお話していこうかなと思っています。はい、でスワンソンはもともと守備に定評のある選手として知られていましたが、 FA 直前の今季最高のタイミングでキャリアイヤーを迎え、市場価値を高めていました。今季はバッティング面でもインパクトを残し、ショートという守備負担の重いポジションを守りながらも全162試合出場して、打率2割7分7厘、ホームラン25本、 OPS7 割7分6厘、 WRC プラス116、ベースボールレファレンス算出のウィンザボリプレイスメントでは 5.7 と、これまでのキャリアハイ 2.8 を大きく上回るシーズンとなりました。守備力があることから長い間ショートに留まれると見込まれ、また来季が29歳のシーズンとショート市場の大物選手の中ではコレアに次いで若い点もプラスに評価されていたのかなと。一方でバッティング面については今季前半戦 OPS8 割3分3厘と調子が良かったに対して、後半戦は OPS7 割3厘とどちらかといえばこれまでのスワンソンに近いような内容になっていたため、バッティングはまあ良くてもリーグ平均を少し上回る程度、あるいは平均ジャストくらい、守備が先行するタイプの選手に対して果たして1億ドル1億5000万ドルを超えるような大型契約を提示するのはどうなのかと、その点疑問に思う人もそれなりにいた印象ではあります。自分もこの考えには近く、やっぱりこの規模の契約を渡す以上はチームのコアを担ってほしいでしょうから、そこまでバッティングでインパクトを残せない選手に大型契約はどうなのかなと考える気持ち自体は理解はできます。特にカブスでどちらかといえば守備に強みのある大物 FA 選手といえば、2015年オフに8年総額1億8400万ドルの契約を結びながらも、契約をあと1年残してコンフリリースとなったジェイソン・ヘイワードがパッと浮かびますし、やっぱりスワンソンの契約もそうなる怖さは正直あります。ファングラフスによれば、今 FA 市場でウィンザーボリプレイスメント1を確保するのに850万ドルくらいかかるそうなのですが、スワンソンの契約の1年あたりの平均年俸が2500万ドルくらい、毎年ウィンザーボリプレイスメントを3くらい稼げば、まあほぼ年俸通りの活躍と言えそうですが、スワンソンのプレイスタイルからして毎年大幅なプラスを稼ぎ出すことは考えにくく、現実的には良くても年俸通りの妥当な契約に終わるのではないかと思われます。ただカブスはそれでも7年総額1億7700万ドルの契約を提示しました。それはやはりそれだけスワンソンがショートで価値を埋める選手であると考えているからであって、実際2020年以降の3年間でスワンソンは MLB 全ショートの中で最も多いイニング数を守りながらも、 DRS が MLB 7位、 UZR MLB 9位、 OAA MLB 3位、そしてディフェンシブランズアボブアベレージが MLB 2位と、それなりに打ちつつこれだけのレベルでショートを守れる選手はやはり少なく、これから再びコンテンダーに戻ろうとしているカブスにとってはプレミアムなポジションを固めてくれる存在としてスワンソンは適任と考えたのかなと。名門バンダービルト大学で2014年にカレッジワールドシリーズを制覇、昨年2021年はブレイブスの主力選手として活躍して世界一を経験しているのを含め、勝ち方をよく知っている点もカブスにとっては高評価だったのかもしれませんね。カブスにとっても今回のスワンソン獲得は念願のショートの大物 FA 獲得ともなりました。昨年オフもストローマンを獲得するなど意外な積極補強を見せ、地区の中でダークホース的存在ではありましたが、シーズン88敗。ただフロントは今年のオフも補強を継続する姿勢を見せていて、ベリンジャーやタイオンを獲得するなどしてチーム強化に動いていました。そして補強の目玉としてショートの大物 FA 全員に対して強い興味も示していて、コレアやボガーツとも接触していたようですが、いずれも獲得とはならず、特にコレアは当初かなり優先度も高かったみたいですが、条件面が厳しかったようで、ジアセチックのケンロンゼンタル記者もスワンソンがカブスにとって最も現実的なターゲットと以前報道していました。またスワンソンが先日女子サッカーのプロリーグ NWSL のシカゴレッドスターズでプレーするマロリー・ピューと結婚したことで、スワンソンがカブスを選ぶ可能性は高くなっているんじゃないかとも言われていましたし、実際その通りになりましたよね。
またスワンソンの加入は単にチームのアップグレードだけではなく、課題のセカンドにニコ・ホーナーを移せるメリットもあると思います。ホーナーも今季カブスのショートレギュラーとして打率2割8分1厘、ショートの DRS がプラス10と、攻守に結果を残すシーズンと今季になりましたが、一方でカブスのセカンド陣は今季 WRC プラスが85、守備面も MLB で下位に部類するなど、逆に攻守に振るわないシーズンとなっていました。スワンソンの加入でそこにホーナーを移せるだけでも攻守に大幅なプラスが見込めるのではないかと思いますし、ホーナーをショートに固定する必要がなくなった分、ホーナーのユーティリティ性をより活かせる場面も増えてくるのではないでしょうか。ショートの大物 FA 獲得を実現させたことで、こういった運用面のプラスも考えられそうですね。ということで、大型補強に動いてきたカブスですが、カブスが所属する NL 中地区は他の地区ほどに突き抜けたチームはいないため、カブスはまたも来季ダークホースとなり得るかもしれません。まあさすがに依然としてカージナルスと比べたら戦力差はあるかなという印象ですし、ワイルドカードを争う他の地区のチームたちともまだ差がありそうですが、予算面で制約が出始め、コンフ、レンフローやウォンを放出したブルワーズとの差は多少埋まってきたかもなぁと。ベリンジャーの復活などあれば来季カブスが面白い存在となる可能性もあるんじゃないのかなと。で、まあもしダメだったとしても、今季と同様にトレードデッドラインで売れる選手を売りつつ、若手選手たちの成長を見守ればいいだけなので、コンテンドと育成どちらにも行ける体制を取ったカブスの2023年はいかに。中地区の争いは2強3弱感が今季は強かったので、カブスが上を脅かす存在になってくると、ペナントレースもより見応えがあるものとなってきそうですね。さて、今回スワンソンが抜けたブレーブスについても最後に簡単に話そうかと思いますが、昨年のフレディ・フリーマンに続いて2021年の世界一のメンバーが抜けてしまったことになりました。近年若手選手を安く長期契約に囲い込む印象のあるブレーブスですが、 FA ではそこまでアグレッシブな姿勢を見せておらず、今回も1億7700万ドルをスワンソンに払うのは高いと判断した結果でしょうか。一方で大きな怪我なく一定水準以上のプレーを見せてきたスワンソンの移籍による影響は思った以上に大きいかもしれず、特にブレーブスはこのまま行くと来季のショートレギュラーはルーキーのボーン・グリサムとなる可能性が高く、未知数な部分も大きいですからね。まあこういったところで、今季で言えばハリスやストライダーのように若手が活躍するのもブレーブスというチームではありますので、グリサムもチームが期待するような姿になるといいんですけどね。まああるいはグリサムではなく他の手段で、例えば FA やトレードで新たなショートを獲得してくるという手もあるとは思うんですけれども、まあ、FA 市場に残されたショートとなりますと、多分一番はエルビス・アンドラスくらいですので、スワンソンの穴を埋めるのであればトレードが現実的な選択肢になってくるのかなと。ここで先日のショーン・マーフィー獲得のように大きな動きに出てきたらまた面白いかもしれませんが、ブレーブス果たしてどうしてくるでしょうか。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。